多分取れてるんですね。はい、もう最初でしか終わってない。兵庫県から兵庫、はい、千葉から来ました。千葉県から声優の人に会えるのを楽しみにしてきました。岐阜で、まあ、そういうイベントやることってあんまないですから。それで1時間も前からいやいや、もっと前から来てましたもっと前から来てましたラピセルですか。どんなところ。ストーリーがしっかりしてるけど、まあギャグあり、いろんなことあって、やり込み具合もあるし。一番最初の丸王国の人魚姫ですね。どんな世界だ。主人公が前向きだから、守られるだけの女はちょっと嫌いかなみたいな。女性としてはかなり憧れみたいな感じですね。今はあのディスガイアの方が面白いなと思ってるんですけど。そうですね、話楽しいし、あの結構長い時間やり込みがあるんで楽しめて。なんかいただいたそうで、寄付させていただきます。ありがとうございます。なんかこんな方です。一度、はい、ファンの方です。ありがとうございます。じゃあどうぞ。これはこう入りませんということで。あれ入りません。入りません。どうしましょう。入りませんので、えい、はい、はい、無事に入れさせていただきました。ちゃんと送ります。じゃあライブ頑張るぞ。はい。あもうね。そうです。
ときめきも少しずつすり減って忍び足で大人になる帰り道右左それつらかったな自分で自分の肩を強く抱きしめて誰に抱かれてる気がするの この熱のことなくて会いたい人はどこぐずぐずしてたら夜明けが来るよずっと泣いてお願い誰かルームと消して誰でもどれでも寝ちゃってもいい。キスだけさせちゃダメそんなのルール。これの勉強でもやっぱり君まみれ調子に乗りすぎ。ちょっとどこにもない愛欲しいじゃない。もういいでしょ。どうしてかなあなたの声が聞こえる眠れない夜そんな気がしたどうしてかな昔は嫌いだったのに不思議だね月になっていた愛してるだなんて言えないけどこの気持ちもう隠さない5年前のことになります。このメロディーを覚えている人はいますでしょうか。この曲からすべては始まりました。歩いていこう聴いてください。
どうもありがとうございます。テンペさん、ピアノありがとうございました。 ありがとうございました。すっごい可愛い芝ですねびっくりなさった方もいらっしゃると思うんですけれども、いや最初はですね、マール王国ここで5年目にして皆様の前で歌をご披露できるということでですね、どんな衣装にしようかと、クレア役の大谷育恵ちゃんとすごく頭を絞って考えたんですね、でまあ、あんまりみんなを脅かさないようにタトゥーっぽくしようかなんて言ってたんですよ、あ、それもいいですね。十分驚くかもしれないんですけど。でもキャンセルしないでくださいね。え、キャンセルですか？いや、実はですね、2人で衣装を見に行って、スカートまで買ったんですよ。すごい。ちょっとチェックのこうスカートを買って、じゃあこれで上着を見つければいいねなんて言って、で上着を見に行きましたらですね、東京にラフォーレ原宿というですね、最新ファッション&ゴシックロリータの殿堂みたいなところがあるんですけれども、そこで最初に入ったお店がもう超ゴスなお店だったんですね。でいくちゃんと目が点になった途端に、マール王国だから広がったスカートにしようかっていうことですっかりこれになってしまいましてですね、でも皆さんとってもよく似合いますよね。そんな、あ、どうもありがとうございますどうも、はい、さあ、はい、てんぺいさんにここに来ていただいたのは、なったのは、はい、と言いますと、皆さんにですね、マール王国、プリンセスクルルの歌をですね聞いていただこうと思うんですが、あの歌はですね檜山くんとデュエットをしているのですね。なのでですね、今日はてんぺいさんも一緒に、檜山くんのパートを歌っていただくという。 ありがとうイエーイ、てんぺいさん踊りますよ。てんぺいさん踊りますからね、皆さんお見逃しなくマリアさんに特訓させられました。はい、特訓しました。もうじゃあ立ち位置を変えた方がいいのかな。そうかな。じゃあこの位置でスタンバイいいですか。はい、 OK です。はい、ではプリンセスクルルと佐藤てんぺい氏による、いってみよう、プリンセスクルル。女の子ならみんな夢見る、素敵なプリンセス。あたしはクルル、姫様のお通りだ。知ってる人は口を揃えて言う、はい、おてんばプリンセス。失礼しちゃうわ。目に追えない、日頃から運動は大事ですよ。大事ですね、じゃあ、はい、この辺でお楽しみの、カメラマネアさんのステージをたっぷりお送りしたいと思います今回とてもリクエストの多かった小鳥、それから、聞いてね、それから、4月に発売になったマールジャンのテーマソング旅の始まり、2曲続けて聞いてください。Oh, what's up?
はい、最新作のテーマソングです。知ってる人はみんな一緒に歌ってね。私たち二人一緒なの、気持ちは一つなの。今も思い出す君と出会った時、素敵なときめきを大好きよ。では私はクルル、人形クルル、そしてシェリーもやりました。そしてクルルのかけがえのない相棒クレアちゃんがいます。皆さんクレアちゃんも大好きですよね。イエーイ。そして今日はもちろんクレアちゃんにも来ていただいています。皆さん拍手でお迎えくださいね。せーの、クレアちゃん。はーい、イエーイ。皆様こんにちは。こんにちは。どのくらいいらっしゃるんですか？実はよく見えないんですよね。すんごい眩しいですね。そうなんです。もう本当に ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんの方がありがとうございます。はい、地元の方にこんなことをやっていますっていうこと、あの日本一さんがあのなんか見ていただきたいということで、ここで。そうなんですよ ね。10周年記念でチャリティーということで、はい、もう皆さんここに来てるだけでいいことしてるっていうことになってますよ。そうですね。すごい素晴らしい。中途半端なリアクション、すいません。ありがとうございました。ここに、はい、そして2人でこんな感じ。こんな私たちいつもこんな格好してません。すみません。そうですね。街はこういう格好で歩きません、東京でも。そうですね。はい、だけど今日びっくりしたんですけど、新幹線乗るときに改札で待ち合わせてる女の子はこういう格好だったんですよ。はい、おお、彼女はこれで新幹線乗るのだと思って。はい、私たち根性なかったかしら。まだまだですね。まだまだですね。はい、これからも頑張っていきたいと思います。どう頑張るんでしょう。わからないけど、なんかいろんなことにこう挑戦してね。ええ、恥ずかしいことも恥ずかしいと思わないで。はい。そう、さてでは、はい、私たちの歌、はい、初めて人前で歌う。そうですね。ちょっと緊張しますね。ね、緊張しますけど、はい、なんだかこう初めて歌う気にはなってない。そうです ね。はい、何度も歌ったような。そんな気もしますけど、はい、では本邦初公開、はい、クルルとクレアの素晴らしい世界だったっけ素
晴らしい世界ですよ。はい、そうです。はい、はい、そうです。では聞いてください。素晴らしい世界。私たちもうこの歌大好きなのよね。そうですね、うん、はい、あの録音してて思ったんですけれども、もういくちゃんがすごく難しい中音域のハーモニーを歌ってくれて、でもそのベースに乗っかるとですね、もう本当にポーンって跳ねていくように自分のメロディーがこう上っていくんですよ。なんかこういう表現しかできないんですけども。うん、そうなんです。なんかね、あの最初に譜面というか、あの音符が書いてあるね、ものをいただいて、うん、は？これ曲ですか？っていうぐらい、すごいなんか歌ですか？っていうような、ものすごいなんか変なメロディーなんですけど、うん、それが合わさるとね、すごく綺麗なんですよ。だから混ざると気持ちいいっていうのは、なんかこういうことなんですよね。でもなんかこの気持ちよさが聴いてる方に伝わるかどうかちょっとわからないんですけど、なんか私たちは気持ちよかったです私たちはとっても気持ちよかったです、はい、伝わりましたか？イエーイ、よかった。ありがとう。私今思い出しちゃった。え、なんかあのアニメといえば、はい、私たちこんな格好して、はい、あの皆様って今日やってるんですけど、はい、どんな仕事をしてるかをちょっと喋ってくれって、なんかあの、あ、言われたリクエストがありましたか？いや、そうなんです。普段は私たちアニメや洋画の声優をやっているんです。はい。はい、ですね、一番そうですね、長くやってるのがポケットモンスターという作品で、はい、黄色いポケモンをやってますしびれちゃうやつですね。ピカチュウ、わお、そっちなんですけど、生ピカチュウ聞いちゃったワンピースという作品でトニートニーチョッパーをやっています。あのそんないろんな仕事が私たちの中にはありますね、いくちゃんはこのクレアはとってもあのお嬢様っていう役だけど、はい、トニートニーチョッパーはすんごいテンション高くないですか？そうなんですよ、うん、ちょっとこの格好で やるの恥ずかしいんですけど、あ、やってくださいます。すごい。なんだバカ野郎、そんなこと言われても嬉しくねえやこの野郎が。すごい初めて目の前で聞いちゃった。あのいや、こんな格好でやるなんか役柄ではないですね。はい、あの来ているお父さん、お母さん、それからお子さん方もちょっと楽しんでいただけましたでしょうか？はい、そう、
次は私の番ですか。はい、はい、私はですね、やっぱりこんな格好をしてるんですけれども、ちょっとエキセントリックな役が多いんですね。エキセントリックというとこう聞こえはいいんですけども、はい、ちょっとこう言っちゃった人の役が多いんですけれども、はい、一番ですね、一番皆さん通りがいいのは、機動戦士、ガンダム逆襲のシャアというですね、劇場版がありまして、それの、はい、あのクエスというキャラをやっているんですね。決め台詞はこれです。みんな嫌いだ、死んじゃえっていうですね。あ、そうなんです。なんかね、ちょっと問題あるセリフなんですけど、はい、前にあのトイザラスでおもちゃ見てたら、はい、あのモニターがあって、あの新作あのガンダムとか言って、自分の声で死んじゃえって聞こえてきて、うわーって思ったんですけど。結構激しい言葉ですけどね。そうなんですよ。もうあの富野義行監督っていう方がいらっしゃるんですけど、はい、その監督のセリフがもうすごいのなんのってっていう感じで、もう大変なことに大変なことになっているわけです。はい、はい、そんなこんなの仕事をしている中で、はい、マール王国の私たちがやった仕事をちょっとここで見ていただけますか。そうですね、皆さんはやっぱりゲームの収録現場って見たことないですよね。今日はあのステージの上でそれを再現してみようと思いますので、ぜひぜひ皆さんこの機会に見てみてください。はい、もういいんです。私はこうやってクルルちゃんと会えただけで嬉しいんですから。クレア、ありがとう。大好き。私もクルルちゃんのこと大好きですわ。それじゃあ仲直りもしたことだし、遊びに行こうよクレア。ええ。あ、忘れていましたわ。これクルルちゃんが私の部屋に置いていったままでしたわよ。え、何？ゲゲ、夏休みの宿題忘れてたよ。あらあら、これでは遊んでいる暇はありませんわね。どうしよう、もう夏休み終わっちゃうよ。こうして仲直りした私とクレア、夏休みの宿題をやってなくて慌てちゃったけど、クレアと一緒なら宿題だってきっと大丈夫。クレアは私の大切なお友達、これからもずっと二人はいつも一緒だから。一人ぼっちに気づいた時、涙あふれ出して、当たり前通り
のこそ忘れないよ。本当にポカンと言っちゃった。何を？タイトル。ああ、ねえ、私もなんか急に自信がなくなっちゃった。違うかなとか思って振られたことによって私もそんな考えてもいなかった。頼り切りになっていたことに気をつけました。いやいやいや、私もなんか素晴らしい世界と二人はいつも一緒だからだったもんね。そう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 。言って違うのが出たら困るしね。そう。お客さんもさ、歌詞もタイトルも分かってるからね。だって出てんだもん。そうか。でも見ればよかった。見れば。こうふってこうやって。ごめんなさいでした。いやー、でもこうあのちょっと。私この岐阜に今日初めて来たんですけど、一つ発見したことがあります。空がとっても広い。多分空ではなくて建物の高さだと思うんですけど、私が初めてニューヨークに行った時に感じた、うわー空が広いって思ったのと同じ感覚でした。それで同じ日本なのに東京はやっぱりビルが大きくなんか高くてちょっと圧迫されるような感じなんですけど、今日はとっても夏日ですごく暑くて、なんかそっちの方で圧迫されるような気がしないでもないんですが、でもなんかすごい解放された気分になりました。こっちに来て分かったんですけど、ゲームの収録で新川さんという日本一ソフトウェア の社員の方がいらっしゃるんですけど、ピシッとスーツ着て、でもこっちではなんか結構ラフな格好で生き生きとした顔をしてたの、その顔を今日見た時にですね、ああ人ってこうやってゆったり暮らせるといいのかなって本当に思いました。こういうゆったりした環境の中でマルオ国って作られたんだなって、なんかちょっとルーツをなんか見たような気がしました。なんかちょっと温かい気持ちになりました。ありがとうございました。皆さんに言っていいのかどうかわからないんですけど、本当にありがとうございます。では、私一人で歌わせていただきます。曲です。どうしよう、タイトルまた忘れちゃった。あ、思い出しました。ありがとう。 Peace of Heart 聴いてください。Thank you.
すみません、もうあと2曲ありますので。あったかくて熱いコンサートも最後の曲になってしまいました。そう、最後の曲はみんなで最高に盛り上がって終わりたいなと思っています。ディスガイアで最高に盛り上がる曲といえば何だろうか。友よ。そう、その通り、友よ、戦友よと書いて友よ。この曲で最後みんなと最高に盛り上がってお別れしたいなと思ってます。じゃあ鳴らしてみようかな。じゃあ手拍子で最後の最後まで盛り上げてほしいな。よろしくね。さあ、thank you.
捧げ、愛さえも捨て去り、信じるのはもがき場だけ、ああ孤独な
戻らない。
当にすごい楽しかったです。あもうとても感動しました。感動なんです。これはもう死んでもいいです。そうですね、非常に可愛らしい衣装であの見に来た甲斐がありました。満足だ。もう 100% で。どうしたんだ。あ、はい、すごいちょっと泣いちゃいました。涙腺弱いんです。イベントでは初めて。初めてです。なんか本当にすごい感動です。嬉しく握手してもらったし、これからもっとゲームが楽しめそうです。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。本当にいいステージだったと思います。本当にありがとうございました。あ、ありがとうございます。ありがとうございました。こちらこそ。ありがとうございました。ありがとうございました。とても幸せな気分、あのステージができて皆さんに感謝します。ありがとうございました。私、お疲れ様でした。ありがとうございました。初めて来た岐阜も素敵なところでした。あの楽しかったです。ありがとうございました。お疲れ様でした。お客様がとても温かいあの方たちばっかりで、すごくやってて楽しかったです。あの夢と希望皆様のもとへ届けられたら本望です。ありがとうございました。